久保さん今回ジェームズ・ボールド・ウィンにしましょうか,なんかこの人アメリカの作詞家かな、うん、小説家真正面から立ち向かえばどんなことでも変わるというわけではありませんけれど真っ向から立ち向かわなければ何も変わらないのですなかなか深いですね まあ変わるか分からないけどその問題をなんだろうな受け入れてしっかりと向き合わないと変わらないよって話ですよねうんそうやっぱみんな変わりたいと思ってるしまあ久保さんもねあのー、今までお金を稼ぐ商品を売ってきたと思うんですけどお金と向き合っていかないと うん、やらないっすよね、うん。昨日ね、久しぶりにちょっとコンサルしたんですけど、まあ最終的にその YouTube のなんか再生数が上がらないみたいな入り口でコンサルしてたんですけど、まあ最終的にどういう風なオチになったかっていうと、まあマインドの話っす <laughs> やっぱ甘いというか、うーん、なんかそのお金に対してしっかりと、なんかその最終的にその、 コンテンツビジネスで、あのなんだ、自立したい、会社を辞めて一人でやっていきたいっていうのがあるんですよ、まあそれは聞いてるんですけどね、最終目的地はそこっつってやってるんですけど、うん、全然そこの考え方に行ってないというか、ただ作業でやってるというか、うん。 だ本当にその真っ向から向き合ってんのかと、本当にそうなりたいのかと。まあ、松下幸之助さんがね、思わなければ始まらないみたいな、まあ、シンプルに言っちゃってますけど、やっぱ本当にそうなりたいんだったら、うやるし、<laughs> そう。だその、ね、会社の仕事とかもやりたくない仕事もやるじゃないですか。 で僕もその別にセミナーやりたかったわけでもないしなんかそのやりたいからやったわけじゃないんですよねうんだそれはビジネスとして仕事として売り上げを上げるために必要であるならばやるっていううんうんだ嫌でもビジネスチャンスがあるんだったらやっていくっていう <laughs> なぜ嫌でもやるのかチャンスがそのチャンスが嫌だったとしてもそのチャンスをつかみに行かないといけないのでうんそう、まあ、それをやらないと変わらないと思いますね <laughs> <laughs> まあなんか裏ルートがねあるんだったらいいんですけどまあそれを探していただいてもいいですけど、うん、この 真正面かからっってていううのは何かっていうと自分の気持ちなんですよ、ね、自分のまあそのテクニックはいろんな方法はあるんだけどただその本ちゃんのその自分のこの気持ちがどこにベクトル向いてんのかっていううん与沢さんはセンターピンっていう言葉を使ってましたけど自分のその行きたい方向性のセンターピンがどこ向いてんのかっていうそこが真正面捉えてないとセンターじゃなくてずれてるよっていう話で。 手段はいっぱいあると。でも、そこの本軸の自分がどうなりたいのかっていうところがぶれてあの、しっかり定まっていないと、結局もう倒れるってことですよね。うん。どんな手段使っても、センターピン入ってないと、倒れますよね。うん。はい。いってらっしゃい。